明治日本の礎を築いた若者たち1871年日本の近代化を目的とし欧米の国々を視察した日本人がいた岩倉 a k 使節団である6歳の津田梅子から46歳最年長の岩倉智美など総勢107名だった使節団のほとんどは江戸時代の和服ではなく欧米の装いをしていたしかし使節団の団長である岩倉智美はまげに和服という姿だったしかし渡航先のシカゴで息子に説得され断髪以降周りに合わせた欧米と日本の文明の差を痛感し後進の育成に人生を捧げた者も,も多い 同志社大学の新島城日本大学の山田明義津田塾大学の津田梅子など後に大学の創設者となる者も,も参加していた岩倉使節団がアメリカに滞在していた際明治政府の資金を調達する目的でカリフォルニア州のバンク・オブ・カリフォルニアと契約を結んだこの契約は明治政府がアメリカの企業と結んだ最初の契約とされておりこの契約書は現存するサンフランシスコの博物館に展示されており伊藤博文と大久保利通の署名が残されているご視聴ありがとうございますチャンネル登録・高評価をお願いいたします